こんにちは恋愛婚活ススタイリストのジュリです今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。YouTube では挟まさないような深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。 では今日はですね、誰でもモテるモテる男性が狙っている女性というお話をさせていただきたいと思います。でね、えー、どうせね、こう狙うんだったら、比較的こう自分がまあ、落としやすい女性を狙った方が最短でね、彼女を作ることができるんですね。でも実は狙われてそうと思う。 割れてねそれれでで狙われてない女性のエリアがあるんですよそこを狙っていくと実は無理だと思ってたのにこうゲット、ね、できちゃったりするので是非そのエリアをねお伝えさせていただきたいと思うんですけれども一体それは何かというとちょっと と,無理めとっても、えー、美人だったり可愛かったりする女性っていうのは意外と狙い目だったりしますというのもどうせモテるだろうなって思われて、えー、アプローチをかけられなかったりアプローチかけられてもすぐ諦められたりする場合が多いんですねそういう女性っていうのはなのでそこであなたが一生懸命へこたれずにアプローチすることによってあ、うん、素敵って思ってもらえる可能性はすごく高いんですね 無理めかな美人だな可愛いなって思う女性に行,く行ってそして諦めずに頑張るとうまくいく可能性ってありますので是非、えー、そちらを狙ってみてください。ではではすね、えー メルマガから5つの動画をプレゼントしてますのでぜひ受け取ってください。概要欄から LINE のお友達を募集してます。本当に深いお話をさせていただいてますのでぜひお友達になってください。メルマガ LINE そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。